東京都出身の山田翔平さん。ごく普通の29歳の若者である。彼は人並み外れた大きな夢を持っている。人力車で日本一周の旅を目指すという。出発は5月9日。1年と3ヶ月の歳月をかけ、約1万キロの旅。来年8月再びこの伊勢に戻るという。残り5日、川崎の街並みを彼は走る。5月の連休、彼は川崎の街並みを走っていた。出発まであと3日。二見品実館にて出発式を行い、その後日本一周の旅に出るという。晴天に恵まれることをただ願う。すいません、ちょっとごめんなさいね。あの人力車が来ますんでね、それを映してるわけ。あ、来ました来ました。ちょっとすみません。はいはいはい。うん